です。ココです。あおみんです。よろしくお願いしま す。はい、というわけで今日はちょっと外に来ているんですけど、早朝、4時やね、4時、早朝、眠いよ。5時になった、やばいよ。5時になったかな。5時になりましたね。4時迎えてないやねん今ちょうど5時ぐらいなんですけど、はい、あの3人で、はい、今日はサーフィンに挑戦していきたいと思うんですが、江戸島、そう、湘南に来ました。湘南に来た。で、はい、うん、今回サーフィン、はい、皆さんは経験あるんですか？あります。もう歴で言うと多分5年6年前ぐらいからすごいあるんだけど、すごい、うん、多分2年ぶりぐらい。ああ、間空いちゃった。うん、やってない。確かやってない。あ、撮影でやったかも。ほうほう。撮影でやったかもだけど実際久しぶり。うん、2人は、ね、私たちやったことない。初めてなんで。やってなさそうやってなさそう。あおみんなんて家で乗れるんかなほんまにね。今日だから乗れたら合格点よ、逆に、うん、ね、怖くて乗れないかもしれない。怖くはないよ。ボードに立つ、うん、そう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 、うん、がえ、どこまでが目標かまあ分かんないんですけど、うん、置いといて、まあ、サーフィンに関してはちょっとあのまた後の企画でやるんですけど、はい、今回サーフィンをやるということで、はい、ウェットスーツを私たちも着たことないですよね、うん、ウェットもないの？ないっす。まあちょこっとあるけどまた違う感じのウェットだね。ほう、じゃあサーフィンのウェットスーツ初めて。そう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 。なので、はい、今日はサーフィンのウェットスーツを着てみたをやりたいと思います。はい、はい、というわけで早速着ていきましょう。はい、はいはい、というわけでこちらのビラボンさん、かわいい、下がこんな短いやつ初めて。なんかウェットスーツって長いイメージ、なんとなくやっぱ全部の全身のイメージあるね。絶対こっちとかかわいいもんね。かわいい、かわいい。じゃあこれを一人ずつ、はい、着ていきますか。はい、じゃあコンコンからいく。どうぞ。これ普通に着ちゃっていいんですよね。うん、はい、え、普通にピタッとするからね。確かに、リボンリボンのおかげで。確かにポコってなるけど、よいしょ。似合いそうだもんね。でもそうね、コンコン似合いそう。めっちゃ似合いそうじゃない。着てそうですか？うわぁ、着てそうですか？これ合ってんの？男みたい男みたい。え、待って、ゆひこ後ろ、はい、後ろできないかも。後ろ見せて、はい、はい、かわいい。リボン出てるけどリボン出てる。あ、いいね、紐が長くて自分でも上に上げてから締めた方がいいよね。あ、紐が長いからそう、自分でこう、あ、そう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 。へー、マジ似合うわ。で、でこれ紐を中に入れた方がいいのかしら子供みたい。垂らす、垂らす、垂らす、はい、じゃあそのまま、はい、じゃーん、めっちゃ似合ってる子供みたいよ。ここブカブカだね確かに細いから。細い。あ、でもここも、ここもちょっとブカブカ全体的にブカブカまあまあまあ、でも似合ってるね。かわいい、かわいい、うん、いそう、いそうね。じゃあ私着ていきますか。はい、好きですね。前焼き、こんな柄のやつあるんやね。めっちゃ可愛い。派手だね。派手だ。リナちゃんらしいですけど。可愛い。合わせられてんのかな。絶対似合う。あ、ズボンのさ、丈がさ、うん、違うかも。短いね、リナちゃんの方。リナのやつめっちゃ短いかも。短いかも。入りますか。大丈夫そう。結構きつい。いや大丈夫。あのなんかネイルの爪があって、あ、怖いのか。いけたよ。あ、見て、ちょっと待って、誰か抱っこしてくんない無理無理無理。下を見せたい、下を見せたい下が可愛いカメラを引けってね、カメラ。ほら、可愛くない？可愛い。下が可愛い。短いですね、思ってるよりも、うん、で、上が大丈夫ですか？切れますか？結構袖の部分でグッてなる。そうね、ウェットってそうだよね。切れない、切れない。よいしょ、やつ。あ、待って、うん、これ引っ張ってくんないよいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょぴったりだね、リナちゃん。逆に言うと、ちょっと待って、サイズ合ってる？よし、ぴったりぴったり。
ぴったりなんだけど、これすごいよ。閉まるんかい、前閉まるんか、それパツパツじゃない。一回解散させるわ。解散、おっぱい解散、おっぱい解散させるわ。やってるの、お前ら解散して、集合してたんか、集合してたからいける、いよい、いけた。じゃーん、どうですか。あでちょっと余裕あるけど、似合う、似合う、ぴったりだ、かわいい、かわいい、かわいい、着てそう、こんな感じです。普通に後ろ姿は水着だね、やっぱり、かわいい、かわいい、うん、かわいい、こんな感じです。はい、じゃあおみん、では着れるかな、おみん、心配やわ心配やわ。まあまあ、足はね、後ろにね、チャック、あ、これも長さ違うんじゃない、もしかして。スカートみたいになってない？ね、あ、なってないわ、なってないよ、そうなんだけどスカートみたいに見えるぐらい。いけんのかしら、ほんまに久々。あ、いけそう、いけそう、全然、ね、おっぱい気をつけて、なんかこぼれ落ちそうだよポロリっすね。よいしょ、おいしょ、あ、いいじゃん、いいじゃん、おいしょ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ねえ、もうやめて、やめて、やめて、わかるけど、こうやってタイツ履いてるからやめていけますか、よいしょ、よし、後ろが、よし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 、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いや、大丈夫でしょ、いけんちゃう、全然、よいしょ、紐だけ入れます、いけそう、いけそう、はい、紐が、紐があるんですか、あ、ここね、おっぱい解散させた方がええんちゃう、一回でこの辺は、おっぱい、別に、あの、解散できないから、解散できない、紐をください、紐、紐、紐、あ、はい、すごい、はい、ありがとうございます、はい、はい、切れました、切れた、すごい息苦しい苦しい、私もちょっと首がちょっと苦しいかもしれない、でも苦しいぐらいだけど、水の中入ると大丈夫だよ、ほんま、うん、あ、でも全然かわいい、余裕はありますね、かわいい、全然余裕、顔が小さい、ここ小さいもんここ以外余裕はありますね、あのね、こんな感じの胸の人見たことない。ウェット着てて、ウェットスーツで。ここにおっぱい2段ある。2段ある。わかるね。このこのウェットスーツ。うん、私はどうかな。リナ全身タトゥーの人みたいな。確かに。すごいタトゥーの人みたいな。すごいよ。はい、はい、こんな感じ、どうですか。した。はい、はい、というわけでこの後の企画でサーフィンやっていきたいと思いますので、皆さんお楽しみに。それではいいなと思った方、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、しゃべちゃんでした。バイバーイ。